やっと俺歌手になれました。歌手になってねえじゃん。コンビニの看板で引っ張られたらなって。親父メイクしていいですか。ああ人のいい話嫌いなんですよ。子供じゃないの。パンパンパン何今なんの。もうデブレブやばい。カメラの勘弁してそれは遊んでカオルちゃんさ、初めてかっちゃんと会った時、どういう印象だった。元気な人だなって。覚えてます。覚えてますよ、もちろん。そうか、だって元気しかなかったですからね。本当にいつも元気で、今もそうでしょ、だって、うん、そうだよね。いや、元気もさ、元気もないですからもう食事にて、そのくらいさね、日本でたった一人春夏秋冬短パンで。本当ですよね。いや、本当ね、もう後悔してますよ。この間俺とオープンカー乗ってオープンカー宮城をね、オープンカー宮城、ね、春とはいえど寒かったしね。3メートル4メートルの雪の壁があるところの通りだよね。お前寒くないって言ったら寒いっすか。寒いっすよ。ヒートテック入ったら俺が寒かったんだから。風が急に山の上行ったらね、冷凍庫みたいな風になってまつげ凍り出すしさ。でも春ね、オンエアだからそんなこと言ってらんないじゃないですか。言ってられない。寒かった。あんな地下過敏だったら喋れないですよ。なんでオープンカーだったの。最初ね、熊本行く予定だったんですよね。そっかそっか。で、吉さんがオープンカー乗りたいって言って、うん、それがちょっと他のタレントと被って急遽宮城に来てくださいって言って、うん、まだ春の季節だけど、まだ雪が降り積もる宮城でね、死ぬかと思った。喋ると歯茎痛いんだもんね。怖かったの。それでも笑顔でね。吉さん運転したの。ね、吉さん運転したの。俺だって運転したよ。500m。 500m、500メートル運転してコンビニ寄りたいっつって寄って出てきたら酒飲んで出てきた。最初は飲酒運転なの。ほんとコンビニの看板で引っ張られたのかと思った。せっぱけ酒では殴ってましたって。もうそういう時はね、引っ張られていいから。まあでも嬢さんとも昔からもっとふざけてた人でしたから。えだろ、僕は生だれでずっと一緒だったんで。そうだろ、ね、うん、あの頃ノリダボロとジョージの、あのソングの一応マネージャーとして、もう応援隊長だ。そうですね、そうだよ。もうジョージアンドノリサボロうわーっとバスキまで、うん、ね、こうやってくれて、エコ大紅白までね、あの曲で。だからね、冗談じゃない、冗談じゃないよねっていうぐらいのつもりでやってたんだけど、冗談じゃなくなっちゃって、うん、でノリちゃんの車で紅白 NHK 行く時に、うんうん、のりちゃんがばあちゃんに電話を入れたの、うん、はい、ばあちゃん、紅白出るよって、伊豆に行ってるよって、うん、この話聞かなくていい。まあ、のりちゃんと一緒で喋るんですよ。これから紅白出るから、うん、ばあちゃん見ててね、うん、やっと俺歌手になれましたっていう報告をさ、うん、聞くわけ、うん、で、ちょっとさ、ばあちゃんにちょっと変わってもらっていいですか。ばあちゃんじゃん、ばあちゃんと変わってもらって。誰が歌手になりましたって言ったの。のりちゃん、野崎さんです。歌手になってねえじゃん。後にしてくださいよ、それは。まず聞いてくださいよ。なんだよ。で、おばあちゃんと変わったの。はい、さあ、のりちゃんのことをさん、よろしくお願いしますね、うんうん、絶対今日のおばあちゃん紅白見ててね、絶対見ます。そうだろうね。それ聞いた瞬間、リハーサルと全く違うことした。あー、のりたけさんが、俺が、あ、とにかく奈落から出るわけ。ああ、2人が2人立ったまんま出てくださいねっていうリハーサルだったの、うんうん、でも本番は違う。せり上がりね、うんうん、その前がまた大変。のりちゃんが、じゃあさ、親父メイクしていいですか。ああ、こう鼻を黒く描いて。だって、その前に北島さんに挨拶した時に、演歌を舐めないでくれ、演歌を大切にしてくれって北島さんに言われて、メイク一緒に乗りたくさいって慌てて北島さんの家まで消したんですよね、うん、で、土下座してすみませんっつって、あの、ジョージさんと曲を出すのを認めてもらったんですよね。そう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 、うん、ちょっと、のりちゃん、ちょっと待ってよ、親父のとこ、俺ちょっと聞いてくるからって、そういう季節があったんです。あったんです、うん、で、親父って、のりちゃんが親父メイクしたいって言ってます。おお、もういっぱい来ると。あ、もう紅白はやってくれと。やってくれと、うん、それでね、今年の紅白はのりたけと
山本お前たちだけの紅白をそこまで言ってくれたよ、うん、それぐらいあのロマンっていう曲は結構目立ったんだね。いい歌でしたよね。いい歌だったもんね。そこまで言ってくれたら見れる安藤先生が。はい。あのね、人のいい話嫌いなんですよ。自分はね、自分はするんですよ。目の前に来た料理知ってる？洗濯物だから。違うじゃん。その時も、じゃあ片付けてもらってちゃう。もう本当に応援団長として。うんうん。そばにいてくれた。その時はだから、俺のわがままよりもお前の方のわがままが数段上がって言ってきてんだよ。子供じゃないんだから。何そのしてんだよ。わから外されたから寂しかった。寂しかった。ずっと和の中心でいたいから。俺のわがままない鼻くすみたいな話で、おめえが兄弟がその時はもうね、あの時は本当羨ましかったし、もう親父がそうやって言ってくれて、ね、まだお前がわがまま、俺以上にわがままだったんだよって話を今あのカッチャがしてくれてるんで、これ洗濯物だからね。わがままじゃなくて、わがままってか、そのまああったからね。これいいやね、あの時ね。あのみんな稼いでたし、いや、あったそうですね、なんかよく言ってたね。で、紅白終わって、うん、親父がやっぱ嬉しかったんだろうね、うん、あのなるから、うん、カスマンからみんな呼んで、うんうんうん、あの青森で、青山の方で、うん、貸し切るからと。おすごい、やっぱりガチャも言ったよね。終わって、はい、次の日眼帯が、うん、ヘリコプターから東京の景色を撮らなきゃいけない僕は仕事が入ってたんだけど、5時とか6時から、はい、その時にもう寒かったから、うん、どっかのチームのあの ラグビーだよね、あサッカーだ、うん、サッカーのサポーターが着てるあのコートグランドコート、それをうちの長女の子供にプレゼントしてくれた。そうん、これはもう、こともすごい喜んだもん。そりゃそうだろうよ。うん。もう、戻しそうな感じで、レポートやってたけどね。そうですよ。次の。ベロベロでだって、早朝のヘリから富士山なんか見たくないじゃないですか。富士山にゲラ入ったら絶対ここにやってないんですよ。なんとも飲み込んで。牛じゃないって言うんですよ。半数を返して。でも兄弟、あの時は幸せだったな、うん、言うたらもんな、今さらには2人でたまにさ、はい、2人でなんかあのテレビで歌っても最後必ずね、うん、あの なんて言ったんだっけ、うん、ロマンでも、テレビで歌だったっけ、これ、あの、食べて豚しゃぶ、豚しゃぶ。あ、豚しゃぶなんですか。いや、これ冷しゃぶです。これね、あの、干しもんだと思うね。あ、これ変わってるね。これ変わってるね。変わってるよ。豚肉とキュウリ一緒に取っていただいて、うん、洗濯物だと。バカって掴んで。洗濯物してください。運搬のみたいなもんですか。飲み食べ一緒にする豚キムチっていう名前で。豚キムチだ。一番人気のメニュー。これキムチな。キムチ入ってます。あ、ほんとね。これもハワイの？あ、もうでもハワイでも、もしこのお店があったら絶対にやるメニューです。でもハワイで食べたことないよね。うまい。ハワイはあるよね。これからいいよね、豚肉。ハワイ。ハワイで食べたことある？ないよ。ないよね。この親方が変わってんだよ。どういうふうに、うん、頭も変わってるし、ね、髪型も変わってるしね。こんなのハワイでやったら最高っすね。ね、ありがとうございます。ね、ハワイでこれ食いたい。ハワイで食べたいですね。俺はハワイで食いたくないです。じゃあいいですよ。もう合わせないよ、鳥ちゃん。この間ってもう3年ぐらい前からさ、3年前4年前と一緒にハワイ行ったんや、うん、で兄弟とはあの朝飯食わなかったんだけど、朝飯を要するに パンプキンってな、今なんていうの、ホットドッグじゃなくてあのホットケーキ、ああパンケーキ、パンケーキ、え、パンケーキは出なかったんですね。パンケーキ、パンケーキ、かぼちゃに一回行っちゃいましたもんね。かぼちゃで行っちゃって俺のことね、やや言うけど、お前もおかしいよ、それパンケーキです、パンケーキ、はい、30年前の昔っていうホットケーキでしょ。ホットケーキですね。昔ならいいな、ホットケーキでいいでしょ。うんうん、パンケーキとか言うからわけわかんなくて、フライパンで作るかのパンでパンケーキですから。で、コーヒーだって、あのペッパーペッパー、こしょうでますか。ペッパー、ペッパー、見渡るわ、ちいちゃん。かっちゃん、俺よりもやばいから。妖怪
ないよ。何コーヒーに何コーヒーなんですか。じゃあコーヒーとアイスコーヒーと、うん、コーヒー牛乳3つやったよ。コーヒー牛乳ホットとアイスとコーヒー牛乳。じゃあ今コーヒー牛乳とバカにしてるのかな。それでテパだよ。テパパテか。パテパテは塗るやつですよ。コーヒーにパテを塗るやつ。勘弁してよ。それは遊んで兄弟ラテラテラテこんなラテラテがポテ明日からあんたは船乗りどこせんの行けば三月も尻切れとんぼ港の女は切ないねどんぶらは甘えるよお酒の午後じゃ眠れみよう